こんにちは。日本学術書道会の田村貴団です。今日も主婦の友社出版の前後便利帳から前後を選び、その解説文を読んでから後でその前後を半紙に筆で書いています。今日の言葉は、徳は子ならず必ず倫ありです。出典は論語です。徳は子ならずのところでも解説しましたが、結局徳のある人に人はついてくるということです。徳は子ならず必ず倫ありの間にある糞のような敬という字は、簡単や強調を表す助字で、徳のある人は決して孤立することはないと孔子は語気を強めて言っています。同じような意味の句に、通り物言わざれども下をのずから敬をなすがあります。それでは今から、徳は子ならず必ず倫ありを書いています。辺と作りは入れ替えて書いてもいいので、入れ替えて書いています。最後までご覧いただきありがとうございました。